明治安田生命 J1 リーグ第38節名古屋グランパス戦の予想フォーメーションはこちら。じゃん。ゴールキーパーに西川選手、ディフェンスライン右から酒井選手、今波選手、ショルツ選手、山中選手、中盤に平野選手、柴田選手、右サイドハーフに関根選手、左サイドハーフにゆるき選手、トップ下に江坂選手、トップにユンカー選手、こちらのフォーメーションで予想しています。名古屋とはシーズン序盤に対決し0対0のドロー決着となりました。名古屋の基本フォーメーションは 4-2-3-1 の陣形でレッツとミラーゲームが予想されます。名古屋の前線にはスピードのある選手、対人が強い選手、技術のある選手など個性あふれるメンバーが揃っています。なので敵対する相手に負けないのがこの試合のポイントとなってきます。はじめに名古屋の攻撃から見ていきましょう。名古屋の得点パターンとして最も多いのはクロスからの得点です。今シーズンここまで11得点をクロスから奪っています。その要因の一つはビルドアップにあります。名古屋は片方のサイドに相手ディフェンスを集めます。特にサイドハーフ、サイドバックの選手が縦並びになりタッチライン付近まで引きつけます。それにつられてボランチの選手、トップ下の選手が片サイドに寄ってきます。その時逆サイドハーフの選手はサイドに残り、一気にサイドチェンジをして1対1の勝負を仕掛けてきます。そこから相手を抜き切りクロス、またはシュートを放ち得点へつなげていきます。名古屋には相馬選手、マテウス選手、前田選手、斉藤学選手と縦の勝負に強いサイドアタッカーが非常に多いため、酒井選手、山中選手がどこまで封じ込めるかがこの試合の見どころの一つとなるでしょう。もう一つのビルドアップの方法としてあるのは前線の選手にシンプルに当てるビルドアップです。名古屋に今季途中加入したシュビルツォク選手はキープ力はもちろん、そこからの展開、自らシュートも打てるアタッカーです。レッツは簡単にロングボールを放り込ませないためにも前線から連動してプレスをかけ、苦し紛れに蹴らせることでボールを回収できるでしょう。続いてレッツの攻撃です。名古屋は一人一人のボールホルダーへのプレスがとても速いです。ですが前からプレッシングに来るというよりは、一度センターライン付近まで引き、自陣に入ってから強くプレスをかけるリトリートに近い形でディフェンスをしていきます。特に中盤の3枚のスライドが速く、最終ラインと中盤の 4-4 のブロックの完成度は J リーグ屈指と言っても過言ではありません。レッツとしては流動的にポジションを入れ替えながらワンタッチでのコンビネーションを増やすことで相手の守備が崩れ、チャンスが訪れるでしょう。そして名古屋の強みであるサイドチェンジはかなりの精度が求められます。ロングボールをインターセプトし、カウンターを仕掛けることができればビッグチャンスにつながること間違いなしです。堅守名古屋の守備陣を破り、ゴールを奪って勝利しましょう。この試合の注目選手はショルツ選手です。マリノス戦では前田大然選手を完璧と言えるほど抑え切りました。パスカットもカバーも素晴らしく、さすがデンマークリーグ MVP だと感じさせてくれるプレーを見せてくれました。リトリートの相手には底辺から持ち上がり、ブロックで崩したりドリブルでスペースに持ち出すことも有効な手段となりそうです。攻めてよし、守ってよしのショルツ選手にぜひ注目してみてください。今回の予想スコアはユンカー選手の一足点1対0で勝利すると思います。皆さんの予想スコア、予想フォーメーションもコメント欄でお待ちしてます。浦和レッズ対名古屋グランパスは12月4日2時キックオフです。今シーズン最後のリーグ戦、天皇杯に勢いをつける試合を繰り広げ、勝利をつかみ取りましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 We are Let's